Grappa is a reusable, eco-friendly shopping bag, which also doubles as a helmet in case of a natural disaster such as an earthquake. The concept is, いつもの防災グッズと違って持ち歩ける防災グッズ、これが特徴、非常に特徴ある製品だと思ってます。折りたためば傘ほどの大きさになるので、バッグの中に入れて普段持っていただくことができます。で、実際地震が起きました、そうするとこのバッグをかぶっていただいてスナップを止めればあとは大丈夫。実はこの中にEPS といわれる発泡剤が入ってます。これは一般的なヘルメットの中に入っている緩衝材と同じ材質で作っています。市販されている16種類の防災頭巾と全く同じテスト形式で衝撃度を測ってみました。弊社の2つのタイプの今回のグラッパなんですけど、両方とも市販の防災頭巾より衝撃吸収性がいい数値が出ました。お使いいただくのはいろいろ多様性あると思います。例えばお店で売っていただくパターンもあるでしょうし、企業さんが寄付される場合もあると思いますし、商業施設がいざとなったらお客様に渡すためにお店のどこかに完備することもあると思います。今は一番安い素材で廉価版を作っています。ですから市販しているものとしては今このタイプが1280円、こちらのタイプが980円、つまり1000円前後でお買い求めになれるように作ろうかと思っています。まだ3月にデビューしたばかりの商品です。これから皆さんのアイデアや用途で育てていっていただくものだと思っているんですね。色や形、デザイン、大きさ、機能ですから、いろんなものに安全に対するものに挑戦していきたいなと思っています。家に置いとくものや学校に置いとくものじゃなく、普段持ち歩けるもの、これが最大のコンセプトなので、そこに軸足を置いていろいろなものにトライアルしていきたいなと。で、強いては子どもたちから最初に全員持ってるようなものになればいいなっていうのが企業の願いです。